はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、今日はねちょっと病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな悪性がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くときにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を持っている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、病院なんでマスクを、ですね、ちょっと家族の付き添いで病院に来てるんですけども、それのちょっと待ってる部屋なんです。家族が横で寝てるんですけど、それなので、ちょっとあんま大きい声出せないんでね、ちょっとちっちゃめに、もうそれやったら別にこんなところで撮らんでいいかなってね、思うんですけども、撮影せんでいいかなって思うんですけども、ちょっと、ね、時間があるんで、ちょっと今この場を借りてね、撮影したいと思います。で今日のお話はですね、新型コロナウイルス肺炎の、ね、話なんですけど、その感染経路についてなんですけどもね、新たなそのエアロゾル感染というのがね出てきたと思いきやですね、すぐにね否定されましたね。あれ何だったんでしょうね、ほんまに。新型コロナウイルス肺炎の感染経路は接触感染と飛沫感染とエアロゾル感染ですってね、力強く発表してましたけどね、あれなんか違うな、やっぱり接触感染と飛沫感染ですってねなったんですかね、わかりませんけども、そのねエアロゾル感染するかもしれないですけども、今のところ新型コロナウイルスがエアロゾルで感染する証拠はないですとね、いうふうにね中国がね否定してました。一般的にねウイルスが感染するルートはですね、主に3つと、ね、言われてますね。まずね第1にですね、接触感染ね、ドアノブのねウイルスがついた部分にね触れてしまって、その手についたこのウイルスが体に入って感染するというやつですね。で2つ目がですね、飛沫感染ですね。その感染した人の咳やくしゃみなどがね、こう飛沫に含まれるプシュンというやつに含まれるそのウイルスが体に入って感染すると。で3つ目が空気感染ですね。飛沫よりもそのヘクシュンでしたこの飛沫よりもですね、さらに小さな粒子がこの空気中に出てしまって、それを吸い込むことで感染すると、そういった感じでねこの3つが挙げられますけどもね、新型コロナウイルスについてはですね、接触感染と飛沫感染までがね確認されてますけども、今のところその空気感染というのは確認されてないようです。接触感染はその例えば先ほども言いましたけどもね、感染者が触ったドアノブなどを、触ってしまった健常者、健康な人が、ね、触ってしまったその触ってしまった手に傷などがね、傷とはいうか、かさぶたにもなってないようなその傷がある手で、ドアノブなんかね直接的に触ることはないと思いますけども、絆創膏か、傷パワーパッドっていうんですかね、そんなんも貼ってるやろうし、ね、ひどかったらその包帯を巻いてるやろうしね、例えばなんでね、ちょっとお話し進めていきますけども、例えばなんですけど、その手にその感染者のウイルスが、ついてしまって傷口になったら、そこから感染したりとかね、でその手で、目や鼻や口かを触ってしまって体にウイルスが入ってしまうという感染経路ですね。それが直接感染、接触感染です。でも飛沫感染がね一番有名だと思うんですけども、その飛沫感染というのはその感染者の咳やくしゃみでそのウイルスを含む唾液などが飛んでしまって、その他の人の、喉や、ね、鼻からの体内に入って感染するということです。でそして今回問題となったその新しいエアロゾル感染なんですけども、そのエアロゾル感染とはね、その空気感染といってでもいいと思いますけども、唾液などが、ね、乾いて水分が抜けて、残ったウイルスの粒がですね空気中を漂ってですね、ふわーっと漂ってですね、その粒を、鼻や口から吸い込んでしまって体内に入ってしまうというものであるということなんですよ。ねえ、これによる感染の、ね、証拠が、ね、ないということでね、中国が、ね、発表したけどやっぱり否定しましたね。
今回 の、 その新型コロナウイルスとその肺炎についてのね、そのエアロゾル感染に関しての詳しいことはまだ発表されてませんし、ニュースにもなってへんし、誰も分からないんですけども、 SARS の時にもね、エアロゾル感染が、ね、あったとされててですね、 SARS って懐かしいですね、2003年ぐらいかな、2010年やったかな、まあ、でも結構10年以上前の話だと思うんですけども、まあ、その時もね、そのエアロゾル感染があったとされててですね、まあ、医療機関でその治療したその医師とか先生ねとか看護師ね、その携わった看護師さんとかにね、感染が広がってちょっと問題になりましたけども、まあ、今回でも少なくともね、日本では診察したそのお医者さんへのね、感染とか先生の感染とかね、確認されてませんのでね、まあまあいいと、それは良かったんですけども、そのエアロゾル感染が本当にね、あるかないかはその、まあ、今後のね、分析が待たれる状態です。すごい音が鳴ってますけどね、すぐ隣が処置室なんでそうなんだから、こんな場所で撮影せんでもええっちゅうにね、まあ、ちょっと話進めますけどね。でもその中国のね、国がこんな状態やからね、その中国の人、中国人の人々がですね、待っていれるわけがないんだと思うんですよ、僕は。中国の人々はですよ、じゃあどっちを信じればいいんだとかね、統一したい見解を教えてくれとかね、その当局への不安がすごい広がってますよ。そりゃそうですよ。公的機関からのね、その情報というのはですね、世界中のね、どこの国の人間だって確実な情報をね、求めてるわけですよ。日本でもそうだと思います。そんな状態やから、動き出した中国の国側はですね、新たな情報として、これまでのその最大規模となるその感染者1000、今やったら1099人とか、その分、ね、人数を分析して、それをデータとしてね、こんな発表をしました。感染者の大半に初期の段階で発熱がないと、潜伏の期間は平均3日だけども、最も短い場合は当日、最も長い場合は24日になると。長いですねと話してました。これはね、あくまで個別の事例であるとしていますけども、24日などとねされている最も長い潜伏期間がさらに延長される可能性はありますよね。まあ、もう中国に入ってると思うんですけども、 WHO、ね、世界保健機関の、ね、専門チームが、ね、中国の北京に入って、その際にこの件について、この新型コロナウイルスについて、意見交換を、されるみたいです。いや、どんな意見交換会になるんでしょうね。最初からね、めちゃくちゃその WHO からの質問というので、ね、中国側がまとめてた話が、まあ、できへんぐらいの、ね、論争になってたりするはしないですかね、まあ、分かりませんけども、まあね、まあ、公的機関なので、そんなね、どこかの小さなその会議室みたいなところでやっても意味ないミーティングや、その打ち合わせと称したね、ただ の、 その発表会みたいなにはならないと思いますけども、まあ、その意見交換会でのね、情報はですね、中国人の人たちだけじゃなくてね、まあ、世界中の人間がね、待ってますのでね、もう早く公表してほしいですよね。まあ、ね、今朝のニュースで言ってたんですけども、コロナウイルスにね、名前がつきましたね。名前ね、COVID-19 という名前ですね。COVI がね、コロナウイルスインデュース、インデュースというのは誘発されたという意味ですね。で、D が、ディジーズ、疾患という意味です。で、19が2019年発生という意味があるみたいです。まあ、変なイメージがつかないようにですね、地名とか動物の名前といったのはね、使わないようにね、あえて名前を避けたようです。使うのを避けたようですよ。ではそのね、日本のその厚生労働省の担当者はですね、中国当局が発表したエアロゾル感染は医学的に言えば飛沫感染を指すと考えられていると、中国メディアの当局の談話としてね、掲載された、飛沫が空気中に混ざり合い、これを吸収して感染するもののという表現は、まあ、そのまま飛沫感染のことを指していると。専門家の間で使われるエアロゾル感染とは異なる内容だとね、言っててね、さらに厚生労働省の結核感染症科っていうのがあるらしいんですけど、そこの人だって、そこの担当の人は、日本の国内で分かっているデータを分析しても空気感染したと証明できるに足る証拠は見つかっていないと。まあ、慌てずに咳液エチケットというのと、まあ、手洗いなど、これまで周知してきた飛沫感染、接触感染を防ぐ対策をこれからもお願いしたいと言っています。ねえ、ほんまに。
まあ、最終的に厚生労働省がですよ、今まで皆さんがやってきているその飛沫感染と接触感染を防ぐ対策をしてくれと、していってくれと、ね、咳エチケットというのは口を塞ぐということですね、クッションとかゴホンですけど、この手ね、防ぐとかね、マスクをするとか、ね、手洗いをしましょうとね、まあ、国側がね、そう言ってますので、まあ、しっかり皆さんで対策を取っていきましょう。ちょっとね、隣の書記室が荒れてるわけじゃないと思うんですけども、まあ、ちょっと今日はこれぐらいにしておきます。今日は寝ます、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。